絵と工作の教室、子どもアートスタジオプレゼンツ、子どもアートラボ、始まりました。こんにちは、皆さん。今回は子豚の僕がお話しします。今日は下にあるように、4、5歳児の初期の絵、図式絵っていうお話をしていこうと思うんだけど、前あのライオンくんが0、1、2歳児の、子供の絵っていうことで、形とか色そのものを楽しむお絵描きをいっぱい紹介したと思うんだよね。で今回は、3歳児から4歳児、5歳児にかけて、意味付けられた形とか見立てられた形、いわゆる図式絵って言われるもの、図工の図に、式は結婚式の式に書く図式絵っていうところのお話をしていきたいと思います。ただこれ前も何度も言ってるんだけど、この発達段階の何歳児っていうのは子どもの、成長で1年から2年の誤差があるのが普通なので、うちの子4歳児なのに欠けてないわとか思うことは全然ないよね。あくまでも目安として補助線としてこの大まかな流れがあるっていう意味で、4歳児5歳児の初期の絵とか、0、1、2、3歳児の、形色そのものを楽しむ絵みたいなに分けているからね。あともう一つ大きいのは、色形を楽しむものの絵が4歳5歳児図式絵に変わった時になくなるかって言ったら、そんなこと全然なくてね、ずっと小学校行っても中学校行っても色形そのものを楽しむような描き方っていうのは並行して行われていくんだよね。だから絵画っていうのは本当に豊かなメディアで、どん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 成長すればいろんな表現方法を獲得して、絵画とか表現の世界が広がっていくっていうのが絵画の面白いところだよね。では、今日も話していきたいと思うんだけど、今日この動画は絵と工作の教室子どもアートスタジオという、いつもアートスピーカーでおしゃべりしてる辻大輝さんが、作ってる動画なんだよね。で辻大輝さん最近忙しいので、ライオンくんとか僕みたいな子豚くんとかが最近おしゃべりするようになったんだ。皆さんよろしくね。でこの子どもの絵と工作表現の研究の部屋は子どもアートラボっていう動画を今からお話していきます。でまずはこちらね、0、1、2歳児でも紹介した、世界中の絵を、20年間集め続けて100万枚にもなったアメリカ人のローダー・ゲロックっていう女性の方の本をいくつか、中の絵を紹介していきたいと思うんだよね。著作権とかの関係とかあると思うんだけど、教育の一環ということと、営利を目的としない個人放送なので、ご了承いただけたらと思います。この本本当にいい本なんで、もし、ね、手に入るんだったら、黎明書房から出てるから買ってもらえたらなと思うよね。こんな感じで表紙に使われてる世界中のこの絵、スイスのこの絵とかスペインのこの絵とか、下に行くとイランの子供の絵とか、共通した描き方があるよね。いわゆるこういう、四角三角とか台形とか楕円形とかいう形を使って描く表現を図式的な絵っていうんだよね。こんな感じ。ネパール、ドイツ、船であるとか、スポーツ、おうち、お花、木、動物で代表的なのはやっぱり人だよね。んだ日本、隣はギリシャっていうのが、図式的な絵になりますよね。でローダー・ゲロックさん、まずは図式の始まりとして人間
の表現が対象に、まあ、比較的出やすいってことを挙げてるんですね。0、1、2歳児でスクリブルとかコンバイン、アブレートとか10個の、ね、表現方法を挙げてたんだけど、最後の10番目にこの人っていうのを入れてて、で11番目に初期の絵っていう、人間を除く動物、植物、建物、乗り物などが書かれるっていうのが分類されたんだよね。面白いんだな、この一番下のここは線とか形そのものをどういう風に発達していくかっていうのがだんだん順序立てて書かれてて、この辺は詳しくは0、1、2歳児の、絵画の魅力っていう動画を見てもらえたらなと思うよね。で、上の方になると何度もお話してる頭足人って書いて等足人っていう、の顔から手足が出るような書き方、等足人もこういうふうに少しずつ発展していったりとか、いろんな書き方があるんだよね。面白いな、飽きないよね、これ見てて。ゆっくり行こうかな、せっかくだから。で、だんだん頭足人、等足人から体がニョキニョキって、ほんとオタマジョケシさんのように生えてきて、まあ、この子だったらスカート履いてたりね、してるよね。で、子供、この時期の子供っていうのは意味付けして図式的に書いていくんだけど、強く認識したこととか感じたことを主に書いていくので、例えば毛がなかったりとか足がなかったりとか顔から手が生えてるとかね、そういうのがよく見られる表現だよね。と髪の毛なんかも横は描くけど、てっぺんには見えてないから、てっぺんに髪の毛が入ってないとかね、知っていること、気づいたことを描いていくっていうような特徴があるよね。うん、面白い。よいしょ。こんな感じに、ロータケロックさんはまとめてみました。ロータケロックさん、ちょうど何でもまとまるんですね。30年間、100万枚世界中の絵集めるぐらいだから、まあ、まとめ好きなんだとは思うんだけどね。でもうちょっと細かく、あ、もう十分細かいんだけど、丁寧に顔の、顔だけの表現っていうのが最初現れるよね。で、顔もまだ完全なこう形、決まってない形で、少しずつこう丸とかクロス、十字形を合わしながら出てくる、こういう、まあ、アグレートっていう不思議な形の表現があるよってケロックさんが言ってるんですよね。いいから、もうちょっと長くしばらく私とこんな感じ。面白いよね。ちょっと目玉3つあるかとかね、圧巻でしてるように見えますしね。で、そういう元になるのは、こういう風な形遊びとか線遊びを通して生まれてくるってことだよね。しっかりしてくると、まあ、こういうちょっと手と足のところはグリグリグリっとね、手のひらの表現、足の、まあ、大きな塊の表現みたいにもなってくるし、この辺といろんな等足人、髪の毛も生えてきたりとか、ひげが生えてたり、眼鏡をかけてたりとかね、まあ、ちょっとこうロボットっぽいなって、本当いろんな表情豊かな、人間の描き方があって面白いよね。一応ここは4歳って書いてるよね。から、だいたい3歳児の後半、2学期ぐらいから、早い子は2学期ぐらいから、で、4歳児は1学期ぐらいまでにかけて、こういう等足人の表現っていうのが出てきてくる。まあ、図式的に変わってくるってことだよね。で、よく出てくるんで、子供の絵の分類ではこういう絵を完全な図式化が起こる前の絵っていうことで、全図式期、図式の前の表現っていうふうに表してるよね。この辺も面白いね。
もう図式の始まり、まあ全図式機かな、このね、足だけ生えてる、このなんとも言えない感じ、腕なし人間とかね、表現上の、まあ、認識で腕が描かれてないってことですね。あと、まあ体だけど、いわゆる大人が描くような体じゃなくて、1、2歳児に描いてた形、遊びから出てくるような形の体の表現であるとか、こういう感じ、線遊び、ぐるぐる線のぐるぐる螺旋とかね、円を描くような形から現れる手とか髪の表現みたいな。から図式って言っても決め打ちをした図式ではなくて、1,2 歳児にいろいろ行った線の活動の経験から図式のこういう書き方につながってくるっていうのは大きいよね。でだん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 全図式から図式に変わってくると、4歳児5歳児ぐらいになると胴体、しっかりした胴体が出てくる。でも最初の頃は手足まだ棒の場合が多いよね。4、5歳児ってバランスされた腕をします。体と顔の関係がややバランスが整って、こっちはまだ棒人間だよね。これも2歳児になった放射型の描き方からの、まあ、展開とも言えるかな。面白いね、人の表現でもこんな色があって、少しずつ自分の描き方、表現の仕方を獲得していく。で、ただすごい面白いのが、自分の個性的な表現というのもあるけど、むしろ世界中の、共通した人の捉え方、書き方とか、まあ、表現の仕方があるっていうことで、発達にはあるけど共通性があるっていうことが分かってきたっていうのはすごい大きいよね。でこの時期顔の方がまだ大きい、頭側陣から出てくるので体がそんなに大きくないっていうのも一つの特徴と言えるかな。で棒人間、棒人間ね、別に4、5歳児だけじゃなくて小学生でもずっと描きよね。だん細かい絵とかいっぱい人が出てくる絵とか描いてたら、だんだん描くのがめんどくさくなって棒人間を表現するっていうこともよくあるし、一番最初に言ったらね、この辺の絵っていうのはある一時期だけじゃなくて、ずっとこう絵の中に出たり入ったりしていくもんだね。で初期の絵って言われるものが、ローター・ゲロックさんの11番目の枠、最後の部分分類になるんだけど、人間を除く動植物なんかが出てくる、まあ人間も含めてね、全図式から図式へ変わってくるっていう、かなりこう空間と人と動物に対する形の認識、スカートを描いてたり手の指を描いてたり、ちょっとお花であるとか、その床地面を表すような表現みたいなのができる。この辺はまだちょっとこう全図式っぽい、図式から図式に変わる段階的みたいなところだよね。でここまでが最初の、初期の絵、人間から初期の絵が生まれる全図式から図式に移行する、話でした。でこういう、図式化が起こってくるんだけど、自由画帳とか見たらね、4歳児の自由画帳にはこう漫画形態の色、形を楽しむものがあったりとか、こんなお花畑だけど周りを覆っていくときに、2、3歳児が行った色遊び、形遊び、こう四隅にこう記していくとかね、そういう風にものも継続して出てくるんだよね。だから図式ばっかりの絵描いてると、意味付けばっかりのちょっと硬い頭が、頭でっかちになっちゃうから、色形そのものを楽しむものとか、
体の動きとかね、リズムみたいなのを楽しむものを表現していくっていうのもすごい大事かなと思うよね。例えばこれ4歳児が描いた絵の具の線遊び、こう横にね線を絵の具で引いていってから並べていくとかっていう表現も好きなので、こう好きな絵の具の色、まあ、藤文字絵の具を使っているので色混ぜして並べていくっていうような表現とかね、こういうのも絵の一つの、まあ、豊かさであるよね。でこの絵なんかも、ここにちょっとちっちゃい人の顔があって、こうぐるっと赤ちゃんの着ぐるみで、赤ちゃんをこうね、覆ってあげる布とか優しいものに覆ってあげる、くるみがあって、その周りを、点とか丸とかね形でくるっていう表現だよね。で図式的な絵っていうのもと、こう色形そのものを楽しむ絵っていうのが2つにバキッと分かれるんじゃなくて、この絵なんかはここに牛さん、アリさん、人が図式的に描かれてる一方で、この虫さんをぐるっと覆ってるものみたいなのは、中心になる曼荼羅的な描き方で、こう周りをこうぐるぐる覆っていくような表現であるとか、この下の草の絵の具の表現とかね、ここの横の、緑色の丸が積み上がっていく表現なんかは、多分草とか木を表してるんだけど、表しながら色そのもの、形そのものを描く楽しさとかリズムの楽しさみたいなのが出てきてるよね。でこういうふうに4、5歳児って全図式から図式形に変わっていくんだけど、生き生きした表現とか、いい表現って方がどうかちょっとわかんないけど、楽しそうに見えるお絵描きっていうのは、こういう色形そのものを十分楽しんだ表現が図式の間から垣間見えるっていう特徴があると思うよね。これなんかも、空豆くん、等速人で描く空豆くんの絵だけど、絵の具を塗ってるたり、ハスのこの色を塗ってる時に色とか形そのものが楽しくもなってる。意味付けされたものに、表現、色、形そのものを表す楽しさみたいなのが、こう上に上積みされてるというか、重なってるっていう表現がやっぱりなかなかこう楽しい勢いがあるけどね、絵の力強さとか魅力を引き出すことになると思うんだよね。これも3歳児のミックスジュース、ここにミックスジュースがあって、果物がいっぱいあるけど、果物を並べていくリズムとか、同じものが並ぶ楽しさとか、色塗ってる時にここの色の空間がふわーっと美味しい、いちご色というかぶどう色みたいになることを喜んでる感じだよね。図式と色形が行ったり来たり、行ったり来たりが両方絵の中に現れて、でちなみにこの四つ切りの今紹介した絵は、辻大輝さんがやってる子供アートスタジオの子供たちの絵なんだよね。じゃあ次の絵、これも5歳児ぐらい、ちょっと3歳から5歳に飛んでるけど、忍者屋敷の絵かな。ここに忍者がいて、ここに建物があって、ここのぐるぐるっていう線の表現すごい楽しいね。これだけ見たら本当に2歳児の形遊びみたいなのがボワーッと出てきて、力強い迫力みたいなのがあるんだけど、多分何かこの家の前にあるものとしてこういう表現をしてるんだよね、この子はね。で同じ忍者屋敷の家だけど、これも下から上にこう上がっていくはしご状のものであるとか、多分高いところに忍者が登って、秘密の、任務、屋敷に潜り込むとかいう話に猫もいてるよね、なってるのかもしれないけど、こう点々であるとかね、
一切 D が行うような点検の作りぶり、三角の、波線みたいなのも、この多分トゲトゲやりかな、この上行ったら刀とかにしちゃうから多分落ちたら危ないんだろうけど、まあ、そういう意味付けされたトゲと1歳児2歳児が行う波線の、楽しさみたいなのが両方この絵に入ってて、この絵の魅力を引き立てているよね。じゃあここまででちょっと図式の絵っていうのの、初期の絵とか図式の絵とか全図式の絵とかお話ししてきました。あれ固まっちゃったかな、僕ね。ちょっと待った、動くと動いてないと。でまあその中に、1、2、3歳児がやるような活動が実は終わってなくて、生き生きと、4、5歳児の初期の絵の中なんかにも見られて、むしろそういう1、2、3歳児が行う活動がその絵の魅力をより引き立ててるっていうことが、見て分かってもらったと思うんだよね。でここからは、動物とか家とか、またローター・ケロックさんが集めた、図式の表現を見ていきたいと思います。じゃん。まずは動物から。面白いよね、これ。七面鳥かな。教師から習った描き方も少し含まれてるって、5から7歳って書いてるけどね。鳥の表現でもこんなにいろいろあるんやなって。面白いよね。この横向き描いてるのはちょっとね、学年が上がってる6歳とか7歳かな。正面向きは5歳児ぐらいかな。でこっちも、鳥、自発的に、子供が描いた、十字型構造になっているって書いてるね。この辺とかなんかちょっと縄文土器、岡本太郎の太陽の塔みたい。面白い、いろんな形が出ている。でこちらは動物、愛嬌のある動物たち、本当に面白いな。これとかなんか民族の民芸店とか売ってそうな形やね。面白いね。こう部分的に顔、体、足っていうパーツで描く子もいるし、一筆書きで輪郭で描く子もいてるよね。多分輪郭で描いてる子は向こう側から足が出てるとか横向きが描けてるから、かなり学年が上がってる、多分7歳児、6歳児、7歳児ぐらいになると一筆書きも出てるかな。4、5歳児はあんまりね、一筆書きで描く場合って少ないと思うんだけど、面白いな。で次は家です。家に描かれた各種の窓、家の輪郭も同じく多様であると。5から7歳児、面白いね。これ四角を壁で屋根を三角っていう表現って本当世界でいっぱい見られるんだけど、こういう三角屋根じゃない家の町とかあるじゃないですか。ビルばっかりのとかね。でもこう家はこういう表現が出てきたりするらしいんだよね。不思議なんだけど、これ図式的な絵って言葉を覚えるのと似てて、こうボキャブラリーを増やすみたいなとこがあるので、決して自分が見てなくても友達が書いてたりとか誰かが喋ってることを覚えて喋れるのと一緒で、ある書き方を見て覚えたらそれをまた真似して使うっていうのがあるんで、決してそこに三角の家を実際見てなくてもね書けたりする。ただ図式的なやつはかなり言語、言葉、ボキャブラリーに近いって思った方がいいよね。こんな感じ。だからこういう図式的な絵
を全部子供の中から内発的な何かピュアな純粋なものが出てきてるって捉えると、あの見ててそんなにつまらなく見えてしまう。要するに友達の前でとか誰かやってるのを使うってことがよくある言葉と一緒なんでね。だからみんなが使ってる言葉と同じ言葉使ってて面白くないじゃないかみたいな、ついにこう芸術の固有性とか個人性みたいなことを言うと、かえってこの初期の絵から図式の絵っていうのは描きづらくなっていくよね、子供にとってはね。それはあのちょっと自由が教育運動の問題なんかでも話したんだけど、大人のある種一方的なこう幻想思い込みと、まあ、子供にそれをもし共有させてるんだったらある種の強制、自由であらなければいけないっていう逆の規範がすごく働いてるかなって思うよね。マケロックさん本当すごくて、窓だけでこんだけ分類しちゃったっていうね、面白い。で次、木ね、木いつもパターン化した描き方ついついしちゃうけど、本当こんな豊かな木の表現があって、これこそ本当テキスタイルデザイン、マリネットとかね、アーティストの草間彌生さんとか、そういうミナペルフェノンさんとかね、通じるものがあるかな。人間に似た樹木、いろいろな書き加えがね、豪華な長さで、この木下から上に生えてくる表現、ここにあるようにね、もともとやっぱ5歳からが多いですよね。4歳だともう少しなんか上から見るっていうか、一つのまとまりとして大きな塊として図形描く場合が多くて、こういう下から地面を意識して空に向かって生えるっていうのは、地面線っていうかな、地面の線を描く年頃5、6歳児になってからよく見られる表現だよね。同じく木の表現、面白いな。放散型に似た形、あ、こっちからね、放射、放散あるところから広がりを持っていく表現っていうね、これも、ね、あの 1、2歳児に見られるケロックさんが10通りの分類した中に当てはめて捉えてる。内側に多くの枝を含む5歳から7歳。これもうね、見てるだけでいいかなっていう気するけど。で、お花。お花もいろいろあるよね。花、それらの多くは太陽とマンダラの継承を含む。太陽、マンダラは中心から外に向かって中心線のある形だよね。これもあの0、1、2歳児の絵画の魅力っていう動画見てもらったら、あの丁寧に説明してるので、そちらを見てください。で、こっちはボートかな、4歳児のボート。4歳ででもこんだけ三角とかね、幾何形態描いてるのかなり普段からお絵描きしてる子だよね。なかなかこんなに4歳児で幾何形態をきちんと描くっていうのが少ないね。自動車、左が自動車、右が船、愛嬌のある形よな。自動車からやってみようかな。自動車、なんかこれ靴に、ね、なんか足入ってなんかタイヤがみたいな、面白いね。5から8歳、そうだよね、やっぱ5歳児ぐらいかな、こんだけ形が組み合わせが得意になってくるもん。逆に5歳児になるとこういう四角三角丸が欠けてくる、きっちり欠けてくるので、それを組み合わせてあの新しい絵記号、絵図式を作るのが楽しくなってね、自分で発明していくよね。まあ、これも新しい言葉
を見つけるのと似てる感じ。5歳児になると言葉がもう爆発的にボキャブラリーが増えて、反対言葉を言ったりとかね、なぞなぞ引っ掛け言葉遊びみたいなのすごい好きなキャラ。ただこれも絵を図式的な絵の気遊びみたいな豊かに表現されている一例かな。でまあいろんなパターンの描き方をやっている。これなんかはね、もう象形文字、昔の四大文明の中で見られるような文字、絵文字みたいに見えるよね。はい、じゃあちょっと休憩で、ここまでが初期の絵って言われる、動物、建物、乗り物、植物なんかを見てきました。で最後ちょっとだけおまけで、人間の髪の毛とか表現見てみようかな。髪の毛もケロクさんばらばらにしてて面白いよね。このぐりぐり、ぐるぐる線、縦線、横線、斜め線、ぐるぐるの狭い線なんかの組み合わせで、こう髪の毛の表現がいろいろありますよ。3歳になると児童は頭髪を描くのに複和線を用いる。まあいろんな好みがあって描いていくんだよ。で口になってくれた長い髪の毛を描いたりね、線香もいるし、頂点を含む頭髪、四角形の頭髪、頭を囲む男性型頭髪とかね、髪の表現にもスクリブレを生かした生き生きした線が出るよって。いい味出してるよね。髪の毛もふわ、スカートもふわ。で、人物の表現で、まあ、ケロボさんここでは多くの教師たちが好む人間5から7歳児と、教師の好まない人間5から7歳児って分けてるんだけど、まあ両方見て人の表現の豊かさみたいなのを、見てもらえたらなと思います。ちょっとアップにしてみていこうかな。こんな感じ、教師の好む人ってバランスがいいんかな。顔はだいぶ小さい、手足のバランスまあ取れてたりすると、でいわゆる西洋的な人体表現の、頭部、胸部で、お尻の部分で足っていうね、ちゃんとこう身体力学に基づいて、まあ、パーツ分けができてるっていう感じかな。まあどっちがあってもいいかなけどね。で教師があんまり好まないのはやっぱり体のね、まあ、バランスが悪かったり、そもそも身体のパーツが流動的で動きやすい、こういうのも面白いね。これとかね、ちょっと妖怪チックとか、日本なんかはキャラクター文化が盛んで、鎧の神とか妖怪の存在とかね、すごい身近なものだから、こういう流動的な人体の方がどっちかというとこれとかね、ゆるキャラみたいな親しみがあるかな。書いてね、ケロクさん1950年ぐらいから、集めらしてるからね、まあ50年前後から、2、30年っていう感じだから、まあ当時まだそのキャラクター文化が世界的に行ってなかったからね。でちょっとこれもコラム的に世界の文明史で見る象形文字をちょっと紹介しようかな。これオーストラリア大陸の技術、もうほとんどさっき出てきた子供の絵と変わらないよね、これね。もうほとんどとかもう同じじゃないみたいな。でこれはヨーロッパのモチーフ、民族美術も同様なデザインを示した。
これはヨーロッパ史前期の絵画の本、アナキーとキューンの著作は数世紀にわたる美術作品の複数を示す文献の一種である。こんな感じになってるよね。で、抽象的な先行性、これはケロクさんが集めたもので、5歳児とかでもまだまだこういう形遊びをする中で、より複雑な図形の組み合わせとか曼荼羅中心を感じさせるようなものが出てきてるっていうものですよね。すごい複雑だよね、この形。こっちもかっこいいね、6歳、こういう、形遊びからデザインみたいなことも考えていく。で、図式、要するにきちんとした記号化された形であるとか、こういうデザインの例みたいなのも、小学生とかね、幼児期の年4歳児、5歳児に書いていくときに、僕たち大人はついつい大人の側からデザインが多くこうとかね、画面構成しようとかいうふうにやっていっちゃうんだけど、ケロットさんのこの本を読んでいると、いやいやそうじゃなくって、1、2、3歳児の方にむしろそれの起源始まりがあって、そこからできる飾り、形、色の絵みたいなんでデザインにつなげていけば、より可能性と豊かさと面白さが表現できるっていうのが、多分この流れを見てたら分かると思うんだよね。だから僕たち大人とか保育者とかが子どもの表現絵画とか造形に関わるときに、この0、1、2、3歳児、4歳児にかけての発達段階と表現の豊かさっていうのは、やっぱり必ず知っておいて理解しておくっていうのがすごい大事じゃないかなって思います。どうでしたでしょうか。だいたいこんな感じで、今日の、初期の絵っていうのは、紹介していったんですけど、じゃあ最後にちょっと もうちょっとだけあるかな。最後にちょっと、もう少しだけちょっと学術的なものについて 2、3分喋って、で一番最後に子どもの表現、子どもアートスタジオで描いた子どもたちの初期の絵から、図式絵に変わる絵を紹介して終わりたいと思ったけど、まず図式絵の発達過程ということで、ケラクさんがこういうのを描きました。真ん中がスタートで、だんだん広がっていくという、これ辻大地先生の家にもコピー、拡大コピーして飾ってるらしいんだけど、面白いね。いろんな形の発達過程が一応分類分析してある。何度も言ってるけど、この通り子供の絵は進まないし、一枚の絵の中にこの複数、こっちの絵とこっちの絵とかね、発達したものと等速人とか、形にならない前のものと形になったものっていうのは共存しながらいけるのが普通なので、あくまで分類分析して、学術的に見ていくための章なんだよね。だから、ここの真ん中の方も大人の絵の中にも入ってるはずだし、こっちの方も入ってるっていう見方だね。で、ちょっと描画の発達を簡単に図表すると、ローエンフェルドっていう人が子供の絵の発達段階では一番有名なんだけど、その人のものと含みながら見ていくと、描画の発達に関する3つの段階、年齢は目安で個人差が大きいっていうことで、まずは全図式が1歳から3歳、線遊び、殴り書き、曼荼羅、太陽画を、等速字、偶然の名前付け、空間に関しては身体運動であるとか線を引く場としての画面、キ
ちゃんとか上下左右のない画面っていうばらまきの空間で、色は特に意識したって感じですね。色の変化とかは見るけど、そんなに色にはこだわりないよね感じ。図式機器3歳から9歳、まず形の方で言うと、事物のイメージ、意味付け、見立てが始まる。絵文字的な記号、関連コンボ、これはまあ右から左から両方捉えて書くっていうかね。で、知っていることを書く。で、空間に関しては規定線から点火で、レントゲンが語るのがエジトワシ。まあ、この辺は、0、5歳児の子供の発達段階、幼児乳児編という動画で書いてるので、よかったら見てください。色に関しては色の図式と色のリズムを高い。で、3つ目の段階で脱図式機、9歳からは細部と全体のバランスが取れてきて、短縮法を使ってまあ書くと。で、見たことを書くと。で、空間に対しては重なり表現とか、部分的な奥行き表現があったり、遠近法、近くのものは大きく描いて、遠くのものは小さく描くとかの遠近法ですね。で、斜め方向軸みたいなのが入ってて、革の遠近法とかね。で、色に関してはより微妙な色の識別があるよっていう。で、この図は実は最近出た子供の絵の謎を解く127の一例で分かり、絵に込められたメッセージ、藤江充さんが書かれた本になってて、この本もすごい読みやすい、きちんとした絵の絵画の分類ができてるので、おすすめです。で、まあ細かく説明しないけど、この本の目次はこんな感じです。殴り書きとか漫画とか今言ったようなものの紹介が載ってます。模倣期もあるんだよね。模倣したいっていう時期があって、まあ時期っていうか、その時期だけだと模倣したいっていう欲望も実はあって、そういうことを書いてたりとかしてます。で、これは同じ最後の関東の藤江さんが作った渾身の、業務活動の展開の、マッピングだよね。ちょっと説明するとこれだけで1時間2時間かかるから、一応ざーっと流しにでこんな感じで、ここにケロックの話が出たよね。言語モデルみたいな感じだよね。まあちょっと止めとこうかな。見たい人は見てください。細かいから読めんかな、では、4、5歳児の初期の絵についてお話してきました。最後、子供アートスタジオの教室で描いた子供たち4、5歳児の絵が中心になるんだけど、初期の絵を見て終わりにしたいと思います。では見ていこうかな。ポン、面白いよね、これ。なんか大きな鳥さんの羽みたいなのがあって。こっちの模様とこっちの模様が違う。この辺、はめ込みと点々があって、ほんとケロックの最初の絵の中の表現がこういうとこに現れてたり、絵の具で塗るときなんかもさ、一応夜とか空を表現してるんだけど、絵の具の塗りというか、色の広がりみたいなことそのものを楽しんでたりするよね。これもそうだよね。もう図式的なものの描き方で、地面線もきちんと、多分5歳児が描いた絵だと思うんだけど、絵の具で海とか陸を塗ってる時に、こう塗ってる海の形とか色とかがザバザバブワーっていうような、その擬音語にが合うっていうのは1、2歳児の絵の中で言ってたんだけど、そういうことが楽しくなってる塗り方、海だからベターと全部塗ろうじゃなくて、塗ってるうちに面白くなって、なんか絵の具で直接塗る時の、表現技法みたいなのはこの絵すごいよね。結構海とか空とかベターって作業的に塗ってしまって魅力的じゃなくなる場合が多いんだけど、この空の表現とかがね、すごい集中とか、まあ楽しみながら塗ってるなって感じ。
で、これも5歳児鳥かな。面白いね。伸び伸びしてて。まず鳥の羽の表現とかは絵の具の色と塗る形みたいなのにものすごい反応して面白いなぁと思いながら塗ってて、すごいここの形と色の関係性が魅力的だよね。で、後ろにある木の表現は同じものを並べていくようなあの表現で、ケロッグナの2歳児の絵なんかでもこういう繰り返しのパターン、形に深く楽しさみたいなのが出てたと思うよね。で、これはちょっと3、4歳児だったら2学期に描いた絵です。お猿さん。絵の具の塗りがね、非常に力強い。この辺の手の感じとか、叩きつける感じとかは。お猿さんの手とか、お猿さんの草、着てる芝生、森の中を描いてる感じなんだけど、描きながらその描く色とか形そのものが楽しくなってるような、グイグイグイとか筆が動いてる感じがするよね。で、これも脇さん、同じ絵の具で直接描く絵で、力強いけど色形にもものすごく反応して描いてるのが、この絵からも読み取れるよね。これも同じ。力強い赤の表現でね、こっからグーッと出てくる。だからなんかケロッグのああいう絵見てたら、こういう繰り返しの足の部分とか縞の部分とかを描いてる時に、足を描きながらでもこの伸びていく感じとか広がっていく感じをものすごい楽しいなって思うんだよね。という感じで、4、5歳児の初期の絵、女子キキについて、お話をし、絵を見ながらお話ししてきました。まあ、この回は、0123歳児の絵の魅力の、補足、フロントとして撮った番組なので、ぜひ、0123歳児の絵の魅力の動画も合わせて見てもらえれば、理解が広がると思います。では皆さん、アートスピーカーさんの辻大さんに代わってちょっと固まっちゃったけど、僕、あ、動いた動いた、久保さんのまだ名前はありませんが、僕がお話ししました、では皆さんまたお会いしましょう。工作の教室、子どもアートスタジオプレゼンツ、子どもの表現研究室は子どもアートラボでした。それではさよなら、バイバーイ。